柿に含まれる成分のタンニンに悪玉コレステロール値の低減効果が臨床実験で実証され、和歌山の種なし柿がその機能性を表示して販売できることになりました。これは今日 JA 和歌山県農などが発表しました。柿タンニンは柿に含まれる渋み成分で、 JA 県農が大阪公立大学や近畿大学などと行った臨床実験の結果では、柿タンニン 2.1g を4週間毎日摂取することで、被験者の悪玉コレステロール値が10ポイント程度低減する効果が見られました。このタンニンの量は、和歌山の種なし柿の生の果実を1日1個食べることで摂取でき、研究グループでは脳梗塞や心筋梗塞など多くの生活習慣病の予防に期待ができるとしています。 JA 県農はこの研究結果から、県産の中谷早生、利根早生などの和歌山の種なし柿を健康の維持・増進に役立つ成分が含まれることを事業者の責任で表示する機能性表示食品として消費者庁に届け出て、先月2日受理されました。柿特有の成分が機能性表示食品の関与成分に認定されるのは初めてで、 JA 県農では消費拡大や生産基盤の拡大のきっかけになればと期待を寄せています。